北口駅入口交差点の竹飾りびな勝浦駅は、千葉県勝浦市住名にある、東日本旅客鉄道外防線の駅である。五宿駅から東駅までは、複線区間、東駅から先は、単線区間となる。1995年12月1日のダイヤ改正で、鴨川運区が新設されるまでは、駅構内に、勝浦運転区が設置されていた。 現在も外房線の運行場の拠点であり、当駅で折り返す普通列車が多数設定されている。また特急、我が塩の全列車が停車する。1998年12月7日までは総武快速線、横須賀線からの直通快速が乗り入れていた。翌日の改正で、大原駅までに変更され、さらに2004年10月16日の改正で、 上佐一宮駅までの運転に短縮された。その代替として、上佐一宮駅大原駅、東駅間の普通列車が運転されている。また、京葉線経由の通勤快速が朝、上りと夜折それぞれ一本運転されている。1993年7月2日のダイヤ改正から特急、我が塩の一部が東駅から安房鴨川駅まで普通列車扱いとなった。 2008年1月25日から1月27日には、東駅立山駅間で D51 形状機機関車県員の臨時列車 SLDL 南暴走号が運転された。1899年12月13日に暴走鉄道が大原駅まで開業して以来、勝浦延伸は地域の悲願として国や県への陳情活動が活発に行われた。 1910年2月19日には、衆議院、貴族院に請願書を提出しており、その翌年より実測が行われた。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、計2面3線のホームを持つ、地上駅。3番線の山側に2本の留置線があるほか、1番線の下り方に保線用施設がある。上駅舎と南北自由通路を有するほか、 キオススががああり、コンコンースには発車票がある。直営駅であり、管理駅として三森駅、滑川アイランド駅間の各駅を管理している。駅舎内には、緑の窓口、自動改札機、自動生産機、指定席券売機、自動券売機が設置されている。2010年2月10日より、外房線、PRC 型自動放送に変更された。鉄道関連施設として、 JR 千葉土木技術センター、勝浦破室及び交通建設大も営業所、勝浦派室所がある。2019年度の1日平均乗車人員は946人で、ある。近年は減少傾向が続いている。2001年から毎年開催されている、勝浦ビックひな祭り開催時には、当駅が最寄り駅のため混雑する。それに伴い、 勝浦ひな祭り号などの臨時列車も運行される。近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り。勝浦市役所国際武道大学勝浦ホテル三日月、勝浦市の中心市街地に位置する。駅周辺は、行政機関、公共施設、中小商店などが点在し、近隣には、国道128号、国道297号が通り、勝浦湾沿いは、 ホテル、旅館、民宿など宿泊施設が点在する。カツ朝市やカツビラックひな祭りなどのイベントも開催される。出展、ありがとうございます。